やる年越しお泊まり会の用意はできてるかい？イエーイ！もちろん！みんなでも見上げちゃおう！って言っても、リンはいつかの家に泊まれないだろう？そうだけど、みんなとおしゃべりとかはできるし。みんなでいっぱい話そうね。そういえば、前はミクたちと一緒に初詣に行ったけど、今回も行く？うん。せっかくみんな集まったんだし、一緒にお参りしたいな。初詣か。面白そうだけど、他の人もいるし、大っぴらには出られなさそうね。そうでもないわよ。案外取れないもの。前はこっそり様子を見たり、おみくじも引いてもらったわ。おみくじ。ん？つまみ？今年のおみくじは、絶対にリベンジします！あら、気を使わせちゃったかしら。え、リベンジ？おみくじでリベンジってどういうこと？ああ、前ルカさんの代わりにオナミがおみくじを引いたんだけど、それが大凶とか凶だったんだよね。絶対に今年は大吉を引きますからね。すごい気合いだね。頑張ろうね、ホナちゃん。私も大吉パワーをホナちゃんに送るからね。私も送るよ。大大大吉。そんなんで大吉引けるなら苦悩しないだろ。今年も楽しい年越しになりそう。よりも遅かったな。何かあったのか？待たせてごめんね。大掃除に時間がかかっちゃって。あ、大掃除か。そういえば、アンのところの大掃除はどうだったの？お店も掃除しなくちゃいけないんじゃない？実は父さん、ああ見えて綺麗好きだから、うちの店の大掃除1週間くらい前からやっててさ。そんなわけで、今日はそこまで掃除するところなかったんだよね。ケンさんらしいな。お前じゃそうはいかねえだろ。ちょっとちょっと、私も綺麗好きですけど。自分の部屋もちゃんと大掃除したしね。あ、私たちも大掃除したんだよ。メイコのお店ピカピカにしたんだ。いやー、僕も手伝ったから腰が痛いよ。テーブルも椅子も一度外に運び出したし。ねえ、メイコっての人使いはないんだから。いつも靴の入れる分働いてもらっただけよ。それでみんなは今日も練習？うん、1日はお休みにしてるけど、2日からはみんなでまた練習するんだ。お正月はのんびり過ごしたいしね。初詣行ったり、お雑煮食べたり。あ、初詣って言えば、みのりちゃんが近くの神社で巫女さんをするって言ってたな。みのりちゃん？誰？小羽の友達なんだ。私の友達とアイドルグループやってる子で、すごく頑張り屋のいい子なんだよ。ああ、俺たちも一度顔を合わせて歌の練習を見たことがある。にしてもミコか。アルバイトでやるのかな？アルバイトかどうかはわからないけど、
同じアイドルグループのみんなでお手伝いするって言ってたよ。へえ、ってことは、はるかもやるんだね。うん、多分そうだと思う。そっか。ねえねえ、そしたらさ、みんなで1日に初詣行かない？あ？なんで俺たちまで？お前らで行けばいいだろ。いいじゃん。1年の計はなんとかって言うし、ラッドウィーケンドを超えるぞってみんなでお参りしようよ。どうやも行きたくない？みんなで初詣。元日に初詣か。そうだな、家族で行ったことはあるが、友人とというのはあまり経験がないからな。できれば行きたい。アキトはどうだ？忙しいなら構わないが。はあ、分かったよ。どうせうちにいても何か食ってるだけだしな。やった！それじゃあ決まり！じゃあ早起きしてみんなで行こう！